んばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、私青木かのんの YouTube チャンネルが開設して7周年ということで、今日はですね、珍しく7年間を振り返っていくという動画でございます。なんじゃそりゃ。実際に YouTube だけ専業になったのは2017年なんですよ。専業になるまでに3、4年かかってるんですよね。その間お前何してたんだっていう。ではですね、早速振り返っていきたいと思うんですけども、当時7年前って言ったら、 YouTube を本気でやるために飲み屋の仕事を辞めて、お昼の仕事豆腐屋で働こうみたいな感じで転職したタイミングだったんですよね。本当だったらその時の時期の動画を皆さんに今お見せしたいんですけども、キャラ設定がやばすぎて、その初期の時代の150本ぐらいの動画を全部非公開にしてるんですよ。多分なんですけども、当時やっぱりその性別を女に変えたてっていうこともあって、で YouTube 始めるじゃん。で少なからずいろんな人に、かんちゃん面白いねみたいな、可愛いねみたいなこと言ってもらえるわけですよ。嬉しくて嬉しくて、嬉しさのその表現の仕方がずれてたんですよね。そっからアルバイトを何個か掛け持ちしながら YouTube みたいな感じの生活を3年間ぐらいしてたんですけども、正直その頃ってめちゃめちゃ不安だったんですよ。なぜかというと、登録者がブーンって伸びることもないし、でも YouTube やるためにはアルバイトしなきゃいけないじゃないですか。そういう感じで1日にアルバイト2つ3つ掛け持ちしながら、空いた時間 YouTube、 そして動画編集みたいな、あ、私って全然才能ないのかなみたいな感じでこう落ちていくわけですよ。でも不思議と楽しかったの。当時私って最初期の頃はもうスマホだけで動画編集したんですけども、途中からパソコンで編集するようになったんですよね。パソコンって今までのそのスマホでやってた時よりも全然その編集のバリエーションが増えるわけですよね。編集もめちゃめちゃ楽しいんですよ。いかにこう編集をして私という人間を動画でよく見せるかっていうのをずーっとやってたの。最近私がふと思ったことがあったんですけども、ありがたいことに今こうやって YouTuber として食べていけてるわけじゃないですか。ただ私は大事なことを忘れている気がするんです。やっぱりこう YouTuber として専業でやっていくと、動画を作る本数、そして編集する本数も増えていくわけじゃないですか。そうなると自分一人では賄えなくなってくるから、自然な流れで動画の編集マン必要になってくるわけですよ。そうなるとさ、今まで私が全部 100% 作ってますってなってた状況から、編集マンが入ることによって、じゃあ編集マンと半分ずつねみたいな感じで、動画一つに対して私の全てを注いでるつもりであっても、編集マンと二人で半分こにしてるわけだから 50% になるっていうことなんですよ。ということで今日の本題です。ドン！青木かのん、当時の登録者5000人時代だった頃のことを思い出して一日を過ごしてみよう。あの頃を再現したいんで、今からですね、実際に当時住んでいたあの家に今から行きます。大家さんには特別に許可いただいているので、早速ですね行っていきたいと思います。スタート。私のお家だった面影が一切ないんですけど、多分あれは大家さんが置いてくれてる掃除機な。カーテンがないから、てか声めちゃめちゃ響くなこれ。カーテンがないからさ、すごい響くんだけど。この画角覚えてます？懐かしい。ここでさ、ずっと何年間も元男の子のアーカンですって言ってたんですよ。お家でお花見をするっていうので、今回 Amazon でお花見セットを買ったんですよ。いいじゃんいいじゃん、お披露目会みたいな感じ。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。匂いはしないけども、三色団子、かしわ餅、ピンク餅。準備できました。これがお花見グッズですね。これであれですよ、いかにですね、この編集という技術を使ってお遊戯レベルの花見がおしゃれになるか。まずですね、撮影する前にこの動画はどんな風に編集したいのかっていうのをイメージするんですけども、青木が今回使う編集ソフトってめちゃめちゃ反響すんな。使う編集ソフトはフィモーラ10というソフトです。環境もすごい。今回せっかくお花見の時期なんで、せっかくならですよ、さっき冒頭でも言った、いかに自分をよく見せれるか、こんな感じで少ないコストでもおしゃれに見せるかっていうのが編集の見どころっていうか YouTube の醍醐味だと思ってて、これ見えるかな、こ
この少ない情報でもフィモーラ10を使えばめちゃめちゃおしゃれにできるんじゃないのっていうことで、まずはフィモーラ10のフィルムストックを見てイメージしていきたいと思います。そうだな、やっぱりこのお花見をイメージしたいので、春に関するフィルムストックがいいかな。はい、決まりました。 OK。 この、フィルムストックに合う素材を撮影していきます。ちょっと待ってて、お腹すいた。まずはですね、物撮りからいきます。おしゃれに撮んなきゃいけないですからね。どうしようかな。かっこよく撮りたいから、そっ、あーダメだダメだ、そっ、あー違う、桜のエフェクト入れればいいのか。そうそうそう、だからこうやって考えながらねやるんですよ。うわーこれいいね。うわー空気す、おしゃれ自撮りもしたいですから。違うな、私カメラ目線したらやばいな。カメラ目線ドヤ顔してる、気持ち悪いよね。あ、これ最強、最強、これ、これ優勝。あとね、ちょっとね、夜桜のシーンも撮ろうと思います。これはめちゃくちゃいいぞ、やばい。え、これはいい。ではですね、早速今撮った素材たちをパソコンに取り込んで編集していきます。そう、このフィモーラ10なんですけども、こんな感じにですね、キーフレームを使って動かすこともできるんですよ。便利じゃないですか。結構大変なんですよ、動かすっていうのは。それがこんな感じで簡単にできちゃいます。あとですね、私はこうやって動いた時に文字も一緒に動いてくれる、これをモーショントラッキングっていうんですけども、これもこんな風にできちゃいます。こういうのってめんどくさいんですよ、本当に。もうこれ簡単なんですよね。こんなに簡単にできるんだったら、もうバンバン入れちゃった方がなんか演出的に面白いかなと思うんですけど。あとですね、たまにこうやって YouTube 見てる時とか、その BGM と音量のバランスがなんかおかしいみたいなのあったりしません？これをですね、こんな感じにオーディオダッキングを使ってバランスを取ることができます。これね、スローモーションしたから、スローモーション。やっぱり動画編集って作業になっていくんで、なるべくショートカットを使って素早く編集をですね、効率的にやった方がいいと思うんですよね。私の場合だったらカットをキーボードショートカットに設定して、もうすぐにカットポーポーみたいな感じで設定して、かなり編集の効率が上がると思います。他にもカラーマッチという異なるクリップ間の色のバランスを一括で整えることもできて、とっても便利です。お疲れ様でした。何度も完成した。ではですね、今から早速上映会をスタートしていきたいと思うんですけど、完成した動画はこちらになります。どうぞ。これが YouTube を7年やった実力です。フィルムストックを使ったんで、こんな感じに簡単にできるんですよね。普通だったらめちゃくちゃ労力かかるんで、これはこんな風にテンプレあるのは使った方がいいと思います。なんか私今日先生みたいな喋り方してんな。今日はこちらをやっていきますみたいな。ということで今回ですね、私の7周年の振り返りということで、 YouTube の裏側をですね、皆さんにお届けしたんですけども、いかがだったでしょうか。たまにはこんな感じの動画もいいんじゃないかなと思って今日はですね、お届けしたんですけども、少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。そして今回この動画を見て、少しでも動画の編集に興味を持った
っていう方がいましたら、ぜひですね、フィモーラの YouTube 公式チャンネルがありますので、すごい分かりやすく載ってます。ぜひそのフィモーラ公式チャンネルもチェックしてみてください。画面の下にリンクあります。私の各 SNS も画面の下ありますので、そちらも画面の下からチェックお願いします。また次の動画でお会いしましょう。